情熱の航路の予告編より、ポールヘンリードは、オーストリアの俳優、映画監督。誕生時のドイツ語名は、パウル・ゲオルク・クユリウス・ヘアン・リート・リッター・フォン、バッセル・バル・ディムガウ。1905年、当時オーストリア・ハンガリー帝国領だったトリエステに、ウィーンの貴族で、銀行家の家庭に生まれた。ウィーンの劇場で学び、マックス・ラインハルトの下で、劇場デビューした。 1930年代には、ドイツ映画で映画デビューしたが、1935年に、イギリスに渡った。第二次世界大戦の勃発に伴い、敵国人として、国外追放や、抑留の危険にさらされたが、コンラートファイトの尽力により、イギリスに抑留されず残ることを許可された。1939年、チップス先生、さようならで早くを演じ、 その後ハリウッド渡航を許された。1942年、ヘンリードは彼にとって最も重要になる二つの映画に出演した。情熱の航路では、彼とベティ・デイビスは男が二つのタバコに火をつけ、一つを女に手渡すという映画の中で最も模倣されたシーンの一つを演じた。ハンフリー・ボガート、イングリッド・バーグマンと共に出演したカサブランカでは、 英雄的なハンナチスの指導者、ビクター・ラズロを演じた。1946年、ヘンリードはアメリカ合衆国の市民権を得た。ヘンリードは1940年代を通じて定期的に映画に出演し、1950年代、初頭に映画とテレビの監督を始めた。彼の映画出演作品には、ザスパニッシュメーン。 オブ・ヒューマン・ボンデージ、愛の調べ、シーフ・オブ・ダマスコ、セイレーンオブ・バグダッド、目視録の4機種などがある。彼のテレビ監督作品には、アルフレッド・ヒッチコック・プレゼンツ、マーベリック、ボナンザ、ザ・ビッグ・バレーなどがある。1964年、ヘンリードは、ベティ・デイビスが主演した、誰が私を殺したかを監督した。 この映画でヘンリードの娘のモニカが早くを演じた。1992年、ヘンリードはカリフォルニアのサンタモニカで肺炎で亡くなり、ウッドローン墓地に埋葬された。彼は有名になる前の1937年にミルドレッド・ジェイコブスという人物から受け取ったファンレターと共に埋葬された。彼は生前、その手紙は自分が受賞したどんな賞よりも大切だと言っていた。 ヘンリードは、ハリウッドウォークオブフェームに二つの星を獲得している。一つ目は、ハリウッド大通り6366に、二つ目は、バイン通り1722にある。ありがとうございます。